12月10日北千住駅東口の旧足立区立第16中学校跡地に開設した東京電機大学東京千住アネックスでものづくり教室が、また千住城東小学校で科学体験教室が行われました。みんなこんな感じで子どもたちにものづくりの楽しさを知ってもらおうと、来年4月千住に開学する東京電機大学未来科学部ロボットメカトロニクス学科の先生方と学生有志が講師となり、千住城東小学校の児童は東京電機大学東京千住アネックスでミニ四駆作りに挑戦。この後のレース大会に向けて真剣に作っていきます。一方、千住城東小学校では科学体験教室が行われました。こちらは東京電機大学工学部物理系列の先生方と学生有志が講師を務め、力学や発電の仕組みなどを子どもたちに分かりやすく教えました。その後、小型風力発電機作りにも挑戦。頑張って曲げて。子どもたちは苦戦しながらも LED が光ると歓声を上げ、科学の面白さを体感していました。おー、ついたついたついた、ものすごいついた。そしてものづくり教室のミニ四駆作りはというと、できました。これです。どうやらみんな完成したようです。オリジナルのシールです。早速学生の皆さん手作りのサーキット場で大会がスタート。子どもたちは楽しみながらものづくりの魅力に触れていました。